岡山県警によりますと、ホストクラブをめぐっては全国的に女性客が高額な料金を請求されたり、売掛金の支払いのために売春行為をするなどの問題が相次いでいます。県内でもこうした問題が起きるのを防ごうと、昨夜は岡山県警の職員ら18人が岡山市中心部にあるホストクラブを抜き打ちで訪れました。そしてメニュー表を直で表記するといった料金表示義務違反がないかなどを確認していきました。違法行為を行わないように、従業員に教育を徹底するよう営業者等には指導をしていきたいと思っております。岡山県警によりますと、訪れた10店舗のうち8店舗で違反があり、違反の内容に応じて行政処分などを検討するということです。